演舞開演。どうも、突然ですがメリークリスマス。私にもプレゼントが届きました。こんな大きな靴の中に入って何が入ってるんだろう。さあ開けてみよう。しらドーナツでした。美味しそうです。と、お芝居はここまでにして、本日はミスタードーナツのクリスマスドーナツのまだ紹介していなかったポンデリンスクランベリーを食べたいと思います。ではいただきます。はじめましてだね、いろんな意味で。ストロベリーは今までありましたが、クランベリーというのは初めての気がします。イチゴともラズベリーとも違う、シュワッと口の中に広がる甘酸っぱさがとっても美味しかったです。もちもち生地も健在ですね。そしてもう一つ、こちらスヌーピードーナツストロベリーチョコも食べたいと思います。ストロベリー初めてだったんですね。おかげですでに出てくると思ってうっかり見逃してました。いただきます。いや、赤ではなくピンクでは。でもその確かにその方がらしいですね。チョコレートふんわりとした生地とともに味わえてとっても美味しかったです。次のスヌーピーは何色かな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。良いクリスマスを過ごせるように頑張りますので、皆さんも頑張ってください。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。